を開いい。てください使徒のの働き二十章を開いてください。えー、私たちの教会ではあ順番にね、えー、聖書を通読しつつこの学んでいます。で、えー、前回は十九章まで行ったんですね、前回は十九章です。そして、えー、今朝えっ、ー、と今朝はですね、二、え、十、ーえー、章を五号の,の礼拝で一節ずつじっくりと見ていきますが、 えー、今朝は20章の24節に注目します。20章の24節に注目します。けれども、私が自分の走るべき道のりを走り尽くし、主イエスから受けた神の恵みの福音を明かしする任務を全うできるなら、私の命は少しも惜しいとは思いません。 え少しも惜しいとは思わない、この命を。というほどの価値のあるのが、ここで、恵みの福音と言ってたんですね。福音というのは良き知らせですね。これ、中国から来てるんですよね、中国語の。ユーアンゲリオンと言います。エヴァンゲリオンというのはユーアンゲリオンから来てますけれども、ギリシャ語ですね。良き知らせという意味です。恵みのこの福音が、 を明かしするる任務を全うできるなら自分の命は少しも惜しいとは思わないというこれ今死を,死を覚悟しているこのパウロなんですねでこれほどたっといものは何でなのかということを、えー、今日は見ていきたいと思います20章はパウロとその一行がエルサレムに向かう旅を急いでいる 場面なんですね前回、えー、エペソでの宣教を、パウロが行ったところを見ていきましたけれども、エペソから、えー、ギリシャに行って、えー、そしてエルサレムに行くんですけれども、えー、そのエルサレムに行こうと思って、このシリ,アシリア方面の船に乗ろうと思ったら、ユダヤ人の陰謀があるってことが分かった,なた,た。例えばこの船の中であのパウロをい突き落としてね、海の中にドッポンさせることできるじゃないですか。だから、陸路を通って戻っていったんです。 ね、で、えー、またこの、あの、上の方もどって、マケドニア通って、えー、そしてトロワスに行って、えー、そしてまた船に乗ってってですね、えっ、ー、と、これ、ミレトスっていうところまで、えー、こう、お、行ったんですね。ミレトスっていうところまで行って、これ、エペソからすごい近いところで、エペソにいる長老たち、指導者たちを、えー、逆に呼び寄せたんです。自分がエペソに行くんじゃなくて、指導者たちを呼び寄せました。そして、最後の、この言葉、自分が、 えー、このもう二度と彼らとは会うことができないという自分が死ぬかもしれないからですね、えー、ということを覚悟してそれで最後に語った言葉がこの、えー、パウロの今読んだところだったんですね。でパウロがエルサレムに行こうとしているのは一つにこの彼らの 兄弟たち、このクリスチャンたちがですねユダヤにいる人たちは貧しかったんですね、あの非常にこう困窮していたので、この新しく建てられた違法人が多くいる、このユダヤ人でない人たちが多くいる教会、このギリシャにある教会、マケドニアの教会ですね、そこからこの献金を集めて、ですねでそれを持っていくという大きな目的がありましたでそして、それだけでなくてですね、 パウロは、えー、あと、えっと、あとずっと見ていくと、あの、パウロがエルサレムについて行ったことがあります。それは、神殿のところにいるユダヤ人たちに、自分がいかにイエス様に出会ったか、イエスに出会ったか、ことをですね、明かしするんですね。つまり、彼の心の中に同胞が、 同胞であるユダヤ人が救われてほしい。イエス様を知ってほしいと、まあ、強く願っていたと思います。でパオロはですね、エルサレムで律法、神の立法、この聖書を学んだんです。厳格な パリサイ派と言われる人たちで、あの、今のあの、黒装束のですね、あの、エルサレムでこう一生懸命呼んでる。あの人たちは、そのパリサイ派の流れを組んでいる人たちですね。この超正統派っていう。正統派の人たちはこのパリサイ派の流れ非常に厳格でえ、この聖書に書いてあることを全部実践していこうとする人々なんですね。しかも、パオロはえ、このユダヤ人の最高法院って、この、まあ、ユダヤ人議会の、 サンヘドリンって言うんですけども、その一員でもあったと言われていますで。その熱心さがですね、めちゃめちゃ熱心で、パウロが、ついにキリスト者、クリスチャンたちを迫害するほど、あってはならない異端だと思ったんですよ。なので、彼らが、エルサレムについて、彼らが自分に敵対的になる気持ちはよくわかるんですよ。 自分はその逆の方にいるんだけれどもなんでそんなに,に憎しみと怒りに燃えて妬みに燃えるのかっていうことがよくわかるからだからわかるんだよっていうところから話したいと思ったんだと思うんですね。でこのパウロはキリスト者を捕獲するためこの捕らえるためにそのかつてですねダマスコに向かう途中で復活されたイエス様に会って。 光輝くイエス様に語られて、3日間目が見えなくなって、でそこで改心あのこう、イエスを信じるようになったんですねで。そこでですね、彼が分かったのは、彼はものすごく、その聖書を知ってますからで。暗記してますからね、あの、この熱心な人たちは、立法王ですね。で えー、全、そのものすごく知っているこの立法、また予言書、予言者、この旧約聖書にあるものを、そこにあるものが全部イエスにあって成就したんだと。この方にあって全部が成り立ってるんだっていうことが分かったんですよ。イエス様が。 えっと、マタイの5章の17節で、私が立法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません。廃棄するためではなく、成就するために来たのだと。成就するためにイエスが来られたということが分かったんですね。これはね、簡単に言うとね、パソコンっていう高度なパソコンがブワーっと全部あるのになぜか CPU がないみたいな状態のところに CPU がやってきたっていうようなものですよ。それで全部が分かるわけですよ。光が当てられたんですよ。だから、パウロは力強く、 このイエスが、この旧約で予言されている、約束されているキリストなんだ、メシアなんだ、救い主なんだ、ということを論じていって力強く証し、証言していったんです。しかし、それがなかなか受け入れられない。ユダヤ人にとっては受け入れられないことからよく知っていて、そして、その影響というのは、このエルサレムにいる ユダヤ人でさえですねあのクリスチャンでさえこのあのイエス様もすでに信仰を持っているユダヤ人の信者でさえやっぱ抵抗があったんですね。あのパオロのことを全面的に受け入れている人というのはそんな多くないか、まあ、一部というかあの指導者は一致しているんですよこのヨハネとかペテロとかですねヤコブはもう全部同じ啓示を受けていますからそれは何かといったら恵みによる福音です。 その、違法人がユダヤ教徒にならなくても、ですね。活例を受けて立法を守らなくても、そのままでイエスを信じる信仰によって心が清められて、それで救われるんだと。そのままで、この神の国の中に入ることができるんだ、救われるんだということを、この、パウロは言っているので、この立法によって成り立っている、このユダヤ教の世界が壊れてしまうっていう恐れを抱いていて、これだったらユダヤ人と一緒にやっていけないじゃないかと。 いうその恐れが出てくるんですよねでそれでこう距離を取っていたわけなんです。だから、覚えてますかあの、アンティオキアの教会で、ですねこのエルサレムからやってきた者たちが、モーセの立法を守らなければ、割礼を受けなければ、あなたは救われないと言い始めた人がいて、ものすごい論争になって、それでエルサレムで決着をつけようということで、エルサレムで話し合ったんです。 で、その時もものすごい激しい論争になったけれども、ペテロが立ち上がり、その次にヤコブが立ち上がって、やはりパウロが言っている恵みの福音というのは、ペテロもヤコブも、聖書からも、また刑事記によっても与えられていたものだったんですね。で、パウロは、それであっても、この恵みの福音を一歩たりとも妥協することがなかった。殺されてもですよ。 殺されても良しとするまで決めていたわけなんです。なんでかっていうと、彼こそが立法を生半化ではなくてとことん学び実践しようとしたからなんですね。恵みが命よりもたっといと。先ほど読んだこの詩篇の箇所で63ペ3節で、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇は あなたを賛美しますと。命にも勝る恵みの、神の恵み、一体何なのかということなんです。聖書にあるこのおきてですね、この立法は、いわゆるね、道徳的な規律ではないんですね。宗教においては、これこれを行えば、良い人間になれますよっていう、 時々ね、あの、私も、こう、なんていうのかな、この、あの、お寺の前のところにある、こう、書いてある言葉って、おいいこと言うねーってね、こう、うなずくこと多いですよね。で、すごく実際的だし、で、それに加えてね、クリスチャンってなんか、恵みとかなんか、まどろっこしいこと言ってるよな、とかね、もっともっとこう、なんか、わかりやすくすればいいのになって、こうやって、みんな挨拶しましょうとかさ、なんかわかんないけれども、<laughs> そっちの方がわかりやすいじゃないですか。ですね。で、 でも立法というのでだからこの、こうしなさい、ああしなさいというのをそのように見てしまうと、間違いなんですね。そうではなくて、神がこの命令を通して、いかに清いか、清いって言っても聖書のせいの方ですね。清いか、そして正しいかということを示すものなんです。ローマの7章の12節に、ですから立法は聖なるものです。 また今しめも聖なるものであり、正しく、また、良いものですと。ユダヤ教徒の人たち、ユダヤ人,の人たちは、立法が与えられたので、守るべく日々努めてますけれども、その中で神が、清い方で、聖なる方で、正しい方で、良いお方であることが、明らかにされていってるんですね。で神様を知るときに、自然の中でも神を、 このおられるっていうことはよくわかります、まあ、啓示っていう言葉を使うんですねその自然を通して神が現れているこういう方が示されている美しい自然見たらそうですよね美しい自然見て、えー、ねあのー、こんなに綺麗なものを人間がどんなに努力しても作ることはできませんで今度は大きな嵐が来て雷が落ちれば癒不の念を抱きます 聖書には何度もね、この雷が来た時、神の声だっていうことが書いてあるんですけれども、犬の根、ね、を、もう人間はただ家の中で閉じこもってるしかない。ですねあ。神がおられるんだって。力強い方、偉大な方がおられるんだ。ということがわかるわけなんです。まだ人間には良心が与えられています。この善と悪の判断をすることのできる、なんちゅ温度計みたいなもんですよね。ねで、そうやって、 え、神はご自身を表しておられるんですが、ご自分が語られることをイスラエルという民を通して、この明らかにされた、それが聖書なんですね。聖書です。で、今までもやもやとしていた存在が、神という存在が、まるで鏡にバーッと映し出されたように、神が誰であるかというのが、 この予言とか、あるいは立法とかを通して知ることができるわけなんです。だからユダヤ人は、自分が神を知っていると自負していました。日本人は、神は知らないけれども、私たちは立法を持っているから、クリスチャンも時々なりますよね。僕は聖書を知っているから。 もう、聖書読んだことのない、もう、人たちはもう、もうほんと神様分かってないね。って、なってしまいがちです。で特に立法学者、厳格に立法を守ろうとしていたパリサイ派はそのように思ってましたが、イエス様はとんでもないことをお語りになりました。マタイの5章の二十節で、私はあなた方に言います。あなた方の義が、正しさが、立法学者やパリサイ人の義に勝っていなければ、 あなた方は決して天の御国に入れません。やばくないですかこれほど立法を守っている人はいないと言われるこの人たちよりも勝る義がなければ天国に入ること、神の国に入ることはできないと、 イエス様は断言してしまったんですね。そして、立法について、言われてることについてですね、この、あの、一つ一つね、イエス様は解釈していくんですよ。本来の立法が書かれた目的をね、解釈するんですよ。何かっていうと、殺してはならない。ね。いや、俺殺してないから大丈夫。ああ、これ OK。と、彼らは解釈してました。ところが、兄弟のこと、自分の仲間のこと、あいつバカだよ って言ったら、最高法院に連れられる、これ最高法院ってのは神の裁きの座ですよ。最後の審判ですよ。そこで裁かれますよっていうことです。裁かれたらどうなります地獄ですよ。バカと言ったら終わりなんです。で、他のところで、憎んでいたらもう殺人と同じだっていうのも書いてます。第一話話で。憎んでいる。ヘイトしていたら、憎んでたらもう殺してるのと同じなんだってイエスもおっしゃったんです。 会員してはならないというのもあるんです。これ10回の中で会員がありますね。そしたら、情欲を持って女を見る者はすでに会員を犯してるってこう言ったんです。で、目が、片目がね、えっと、えっと、この片目がつまずかせてるのならば、えぐり出しなさいと。両目、ともどもに、これを地獄に行くよりは、ましだからって。 立法の目的がですね、この形で一つ一つ、まあ、これね、本当にこのパリサイ派の人たちはねこれ形でこう一つ一つこう守るんですよね。こうやって、ああやって、こうやって、こうやって、神様に喜ばれるようにね、やっていくんですけども、そうではなくて、それ以上に、その姿勢なんですよね。その、例えば、殺してないけど憎んでいる、ね。でも憎んで後で行動で殺すのができるわけです。 殺意があってですね。で、会員もそうですよね。情欲から始まるわけですよ。それでこの会員、誰かをこう、犯すっていうことをするわけですよね。あとあるはあの、結婚しているのに、他の女と付き合うっていうことは起こってくるわけですよね。で、この、立法というのが、うちなる姿勢も含めているっていうことをイエス様がおっしゃって、で、パウロも、ローマの714節で、立法は霊的なものであると、形だけじゃなくて霊的なものだとおっしゃったわけなんですね。言ったわけなんですね。 でこうやって見ていくとね、どれだけ自分が罪深いかってわかるんですよ。今までは、パウロは立法を厳格に守っていくことによって、その形の方ですね。それによそれが義を、自分の正しさを構成していると思っていたのに、ことごとく汚れている。汚い。ということを彼は知ったんですね。守れてない。 神は正しくて聖なる方で圧倒、でも自分は圧倒的に罪深いということが分かって、ローマの7章の13節に、罪は戒めによって、この立法によって、限りなく罪深いものとなりましたと。立法知らなかった方がまずあらあの僕はいつも話すんですけど、クリスチャンになる前にね、高校生の時かな、この英会話を通して、こう選挙戦のところに行ったんですよ。 で一つ言われた言葉がねよかったんですね、僕、結構こう、突っかかる人でね、嫌だったと思いますよ、あ<の>あの今、逆されてるんだけどさ、だからね、突っかかる人って僕、僕、哀れむことできるって言ってたら、それいいんだけど、突 <laughs> っかかってくる、でそれで答えてはっきり言ってくれたねはっきり言うのって大事ですね、はっきりと、<ー>クリスチャンになってよくなると思,いな思わない方がいいですよって、<ー>いい人になると思わない、もっと罪深いって分かってきますって。 でクリスチャン実際になったらね <laughs> 結構いい人間だと思ってたのがてか普通だと思ってたのがやばいってい分かりましたでこの戒めによってよくもっと罪深くなるということですねこの、えー、と私が大学生の時にクリスチャンになったんですよその時に、ね、先輩のクリスチャンいたんですよその同じキャンパスに。 で、彼がね、あの、自分がどうやってクリスチャーになったのかっていう、信じるようになったのかっていうのを話してくれたんですけど、中学校の時に、まあ彼混ぜてたね、論語を読んだって、論語。論語。で、そこに書いてあることを、一定期間、実践してみようとしたんですねで。できたんですって、その一定期間、書いてあること。ね。できたって思って、まあ自分の鏡見たのかわかんないけれども、傲慢になってるんですよ。 ガンジガラメですよね。その戒しめを行ってもですね、もうなんかね、罪が、おーおーおーって溢れてきちゃうんですよね。で、パオロは立法に熱心であったがゆえに、あからさまにも罪を犯してました。それは何か、キリスト者を迫害して、暴力を狂って、その、キリ、イエスの名をこう冒涜その、ののしるように強、強制的に、 告白するようにさせていったんですね。いわゆるユダヤ教の過激派って言っていいでしょうか。テロリストですよ、彼は。はっきり言うと。なので、彼はその自分のことを思い出しながらですね、こう言ったんですね。一章の15節に、キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です。 いきなりねあなたは罪人ですって言われると頭くるでしょなんだこいつってひどいなってだけど今までの聞いたらどうですか罪人の頭って自分からそう悟ったんですねもう私はうとんでもない罪を犯しただけど私は恵みによって憐れみによって救われたんです自分で自分を救うことができないということを立法を通して わかるようになってくるんです。それはあたかもですね、あの、私いつもこれやるね。こう、自分の髪の毛で、こう、上に持ってって、あの、上がっていこうと努力するようなもんですね。自分で自分を救うっていうのはこういうもんですよ。ちょっと髪の毛少ないから、ちょっとあの、ちょっと貴重なので、ちょっと戻しますけども。で、あるいは、縦穴、ずっとこの奥の穴にね、え、この何十メートルも下のところに自分がいるようなもんですよ。自分で努力して、 救われるっていうのはその縦穴の何十メートルも下のところに自分がいるみたいなもので、誰かが救ってくれない限り無理なんです。それが神であられ、神が人となられたイエス、そしてキリストであられるということがわかるんですね。キリストっていうのは救い主っていう意味です。救世主って言ってもいいでしょう。神がキリストを送ってくださいました。それが、 ナザレから出てきた、このイスラエルのナザレという村があるんですけども、ナザレから出てきたイエスがそのキリストであるというのが福音書、新約聖書ですね。イエスが、イエス様がいかに正しいかっていうのは福音書を読むとわかります。欠点がなかった。けれども人を憐れんでおられた。人の弱さに同情できない方ではなかった。それで当時のユダヤ人の宗教指導者の妬みを買って、 ローマの極刑である十字架刑に処せられることになる。しかし、三日目に、蘇った。この方を、自分を罪から救う方として呼び求めて心で信じて、この方が主であると言い表すならば救われるということです。自分で自分を救う代わりに、神がキリストにあって救いを用意してくださった。提供してくださったんです。恵みという言葉、 一方的に与えられる行為なんですね。私たちは本能的に自分が好かれるために何か頑張ります。もうこれはもう無意識にやってます。人によく思われるために努力します。で、これ功績、でもそれ全くないのに神が憐れみがあるから一方的に好いてくれてる。 愛してくれてる。すか、す、す、これが恵みと言います。全く受けるに値しない行為を受ける。最も嫌がられる罪人も神が愛しておられる。というのが真実なんです。そしてパウロは、立法の厳しさをよく知っていて、立法に背くものは 死ななければならないという、その、掟が数多く書かれています。自分に、自分が立法に背いて罪を犯しているならば、もう死ぬしかないということはよくわかっていて、彼はローマの7章の24節で絶望してですね、私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるのでしょうと。もう死、死ななければいけない罪人だと悟ったんですね。けれども、 十字架というのは死刑台なんですが、それに処刑されてイエス様が身代わりに死んでくださったということが明らかにされました。ご自分の命を身の代金のようにして、この身の代金でこの何、えっと、誘拐した人をこう、救い出すために何億円、なんかすごい金額を払う。そのお金じゃなくて命を身の代金にして、 罪にがんじがらみになっている私たちを解放してくださうわけなんです。立法の要求である死をイエス様が満たしてくれたんです。ローマの8章の3節で神はご自分の御子を罪深い肉と同じような形で罪の清めのために使わし、肉において罪を処罰されたのです。だからね、いいですか。だからなんか、神様の掟きを こう、行わなくて、ダメっ絶対こう、罰せられるという、ビクビクするような恐怖から、私たちを解放してくれたんです。これをやんなかったらこういうふうになる。これをやんなかったらダメ。あれをやんなかったらダメ。という恐怖から解放して、なぜかってったら、神がその処罰を、ご自分の愛する一人子に全部置いてくださって、十字架が全部神の怒りの、 ですね、その正しい怒りの,です、ね、その全部受け取ったものなんですねだから私たちは解放されたでこの愛ですよ神はた愛する一り子ですよ惜しまずに与えてくれたんですこの愛に私たちすることできることは応答することです応答その愛に気づいて応答してそれで21節なんですよ、ね、さっきのあの え、箇所のちょっと手前ですね。21節に、ユダヤ人にもギリシャ人にも、神に対する悔い改めと、私たちの主イエスに対する信仰を明かししてきたのですと。神に悔い改めて。神に対して悔い改めて、イエス、主イエスキリストを信じる信仰。この二つですね。この愛に対する応答は悔い改めて、これね、あの、なんか難しい言葉ですよね。聖書にしか出てこないっていうか、普,普段あんま言わないよね。 残悔とかなんだかね、あの、カトリックですけどもで、出てこないですよね。思い直すことです。簡単に言うと。思い直す。それは、思い直して、今まで神に背いていたところを、神に向くんです。方向を変えることです。もう私は今まで神を無視していたけれども、私は神様に向かいますと。決めてしまうこと。これを悔い改めるっていう。で、私が、本気で祈ったのは、大学1年生の、 クリスマスマの時ですだからいつも楽なんですよね。あの自分がはじ、えっと、神様を信じて何年もいいかなとかっていう時にですねあの大学1年生のクリスマスの時だってすぐ思い起こすことができるんですが自分の人生がいかにずれているか挫折を感じたんですね。で一人で教会に行ってあのでなんか牧師さんがなんか話してたんですよ。その時は なんか話してるなっていう感じだったんですねで。家に戻って、自分の部屋で、もしこの神が生きているならば、本当にいるんであれば、僕はずっと生まれた時から無視して生きてたなって分かったんですよ。で、祈ったんです。で、僕はあの、そう,う宗教心のない人間だったので、まあ、小学校の時にてるてる坊主。 にね、天気になってくださいって祈ったら雨になっちゃったから、もう彼やらとかです、ね、それから祈ったこともない人間だったんですけれども、でその時本気で祈ったんです。神様、生まれた時からあなたをずっと無視してました、ごめんなさいって、これだけです。そしたら、頭のてっぺんからつま先まで、この惨めな自分を全部受け入れてくれている神のがおられるってことが分かった、神の愛が分かったんです。で涙を流して、ありがとうございましたと。 祈りましたでクリスマス終わると正月じゃないですかで正月の時は大体初詣で僕行ってますよ行ってましたよでもその時はなぜかなんか行く気もうなくなっちゃってなんか食事会が元旦にあるって言われたから行ったんですよね、うん、そしたら何かキモさんくんかちょっと柔らかくなってねえとか何だかって言われて「うん、何?」ってのもうえ「気持ち悪いな」とかって思ったんですよね <laughs> 変,なの変わった覚えないんだけどって変わってたんでしょうね このように神に背いていたところから、から神の方に向く。で、これが悔い改めで、で、次に主イエスを信じるっていうことですね。これは自分が罪を犯し、神に対して。で、それを身代わりになって十字架の上で追ってくださった。そして三日目にイエスが蘇った。この方を自分の人生の主として、告白っていうのを言い表して、口で。そして信じるんです。 ローマの十章の九節十節に、なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、告白しあなたの心で神はイエスを死者の中から蘇らしたと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのですと。で、これね、信じるっていう言葉。これ厄介なんです、実は。ギリシャ語っていうか、は、この元々の意味は、信頼するっていうのは、これ日本語で信頼っていいことだね。信頼。信じる、信頼。信じるっていうと、なんか、ね、 信じます信じます信じますっていうなんかこう念じるみたいな意味ージがありますけど信じるっていうのはもっと自然です本当に行動が伴いますとして信じると信,信,信頼することの違いを例えで話しますとある綱渡りの天才がいるとしますどんなに強風が吹いてもですねこのもうなんか絶壁と絶壁の間をこう綱があってですねそこを渡ることができるような超天才あの素晴らしい人で何か荷物を上に持ってもですね あの、もう、そのまま渡ることができるような人がいる。そして多くの人がそれを見るに集まってきました。こう。ね。そして、え、これから、ね、人を担いで、えー、渡りますと。え、渡りきれることができると思う人を手を挙げてくださいっ,ったら全員が、はい信じ、ね。ならばあなたが、その一人になってくる、そのを背負って。い、じゃ、それに行く人、 いますかって言ったらですね、ほとんど手を挙げなくて、一人の人が。はい、で、その人は乗っかって。で、これがイエスを信じるっていうことなんです。信頼するっていうことですね。自分の人生を任せるっていうことですね。それはね、同意っていうのはいくらでもできるんですよ。ああ、その信じる。これ頭の中では分かった。けれども、イエスを主と言い表して心で信じるっていうのは、あなたがもう主ですから、私はあなたにお任せします。と信頼するんですね。 このようにして、神に対して悔い改め、主イエスに対する信仰を抱くならば救われ、で救われると、ま、御霊あの、その救われるときに見たまがで、神の霊が与えられるんです。で私、結構ね、あのクリスチャンな、あの、その、あんまり霊とかそういうのを信じない方の人間だったので、唯物論的な人間だったので、で、わ、なんかあんまり、えあそういう霊とか言わないでよとかっていう感じだったんですけど、 変わってくく自分に気づくんですよ死んだら終わりだって絶対に死んだら終わりだと思ってましたもう物理的に何,何言ってんの死んだら終わりじゃねえじゃんとかって途中でねはっと自分が変わっていることに気づいたんです御霊が与える神の霊が与えられると聖書に書いてありますそして今までは立法を行って神に喜ばれようとしていたパオロなんですがそうではなくてこの 圧倒的な神の愛によって、キリストの愛によって、こんな素晴らしいお方だから、こんなに僕を愛してくれてるから、私はイエス様の言ってることを守っていきたい。という愛に応答する命令を守る。そして精霊の力が、神の霊の力が与えられているので、それを行う力が与えられるんですね。まず心が変えられるんですね。 心が変えられないのに守ろうと思っても同じことをしてしまう。さっきの,あのか論語のあの話ですよね。どんなにやっても、そうじゃなくて、まずこの愛に触れられて、そして精霊によって心が変えられて一新されて、そして新しく生まれて神に従うことができるようになる。これを恵みの福音とパウロは呼んでいて、どんなことがあっても人に罵られても、死んだとしても、私は伝えていきますと。 言ったんです、ね、愛するってのお父様ありがとうございました本当にあなたが私たちをこんなにも恵んでくださっていること本当に愛しておられることこんなにどうしようもない自分が一番惨めな時にむしろあなたは現れてくださって愛しておられるあなたがおられます塩 どうぞここにいるすべての人がイエス様を自分の救い主として信頼し受け入れて本当に共に神の国の中に入ることができますようにお願いいたします神が支配されている国それは死んでからだけではなくて今からもありますそしてイエス様戻ってから実際に見ることができますけれども主よどうぞあなたがそのことを 行ってください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。ね。 祝福してあなたが守っていてくださいますようにお願いします。主ならあなたがミ顔を一人一人に照らし、恵んでくださいますように。主ならあなたがミ顔を一人一人に向け、一人一人に平安を与えてくださいますように。お願いいたします。主イエスの皆によって。あメン,アーメン